うわ、出たー、すげー。おはようございます、釣り子 TV です。シーバスに来てるんですけどね、ここ2回ぐらい丸坊主を食らっていて、こりゃいかんということでね、今日はこれ持ってきましたよ。携帯型魚群探知機のね、ディーパーチャーププラスってことで、今ね、冬のキャンペーンも始まってますんで、改めてね、これの使い方と、まあなんとか魚がいるのかいないのかね、結構具合のいいポイントだったんだけど、急に釣れなくなっちゃって、じゃあこれでちょっとね、探ってみたいと思います。朝からね、これダウズスイマー投げてるんだけど、前はね、もうほんと入れ食いみたいな感じで釣れてたのが、ちょっと反応がね、あれなんで、まあこんな感じで、まずね、ちょっと魚がいるのかね、ちょっと沖側投げる、で、ちょっとディーパー呼んでます。 Wi-Fi と接続、ディーパーアプリを立ち上げる。はい、出てきました。水深7メーターでね、水温は18度ぐらいあります。あ、でね、あ、そこの方にはね、魚いるみたいですね。こういう感じの釣り方だったな。いけんじゃないかな。駆け上がりがね、そんであったりして、急走に結構みっちりね、みっちり映ってるな。これはいけるんじゃないか。これ小白かな。ちょっとね、沖に浮かべてるんだけど、こう中層にザザ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 ーっとね、なんかベイトの群れ、これ真っ赤っか、緑のところがそこなんで、うわ、結構ベイトみっちりいますね、これ。おー、これだったらビッグベイトでちょっと食い上げさせられるかもしれないっちゅうことで、ちょっとね、諦めないで引き続き投げてみたいと思いますよ。引く引く引く、いや、ダウズスイマー飲み物説、いや、気持ちいい、いいとこかかってんね。おい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 、どうだいどうだい。おー、長い。はい、ダウズスイマー来ましたよ。こんな感じでね、いいサイズのスズキが釣れてくれます。はい、飲み物説、60センチぐらいかな。よっしゃ、
った。止めたら食ったね。えい。ゆうまぶめ続き。おお。えい、ばらしい。いやいいね。ピンピンピン。止めた。ね。したら食ってきた。いやあれでね、サイズがいればいいんだけど、ちょっと小ぶりでしたな。贅沢な話。ちょっと大きなサイズ食わないか。最後までしゃくってみますよ。おお、でかいでかいでかい。すごい。すいません。あそこらへんいるな。コードネームバース行ってみっか。食い気のあるのが。だってやっぱ食ってこないんだよ。ダウスイマーのこの感じなのかな。おー、でかい。下、止めると下から食い上げてくるね。誘ってピッて止めると、うわ、出たー、すげえ、出た出た出た、はい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 、止めたらね、食ったね。ダウズスイマー飲み物です。はいはいはい。おお、ちょっとでいいサイズ、ちょっといいサイズでも、あげると次のキャストが細くなるから、贅沢な話。こんだけファイト楽しむ。うわ、いやだば、でかいな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 。ちょっと待って。タモタ、タモタモタ、タモタモタ。ちょっといいサイズ。よいしょ。はい。おお。手首かいされ、かな。よいしょ。うわ、でかいぞ。緩めて。よっしゃ。ゆうまぶめフィッシュ。おお、でかい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 。太い。はい。うわ、でっかい。ぶっといね。うわ、
こんなねえ、いやーよう引いた。こんな感じ、ほんとね、ダウンスイマーすごいね、ありがたい。ちょっとね、重い重いじゃあね、逃がしたいと思います。最後ね、夕間詰めの最後の最後の魚かな。ういういいや、はい、ダウズスイマーフィッシュは80センチ81、ねえ、ランカーいただきましたよ、ありがとう、ワタさん。おっしゃ、おー、イネグイモード突入。でかい、ああやべえな、タモ準備しないと。粘れる、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。んー、あ、でかい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 、ちょっと待つ。うわー、ランカーじゃないね。うわー、朝一ダウスイ、これはでかい、おい、いやー、ガチ、79でございます。よし、ありがとうございます。おしゃおしゃおしゃ、でかいでかい、取っとこ取っとこ、いやいやいや、長い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 、すごいファイト、すごいファイト、長い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 よ、しっかり釣りかかってる。ナイス、でかいじゃんでかいじゃん。はい、ダウスイ祭り引き続きぶっとい、難しいけど釣れそう、釣れちゃうな。えい、おっしゃ、あー、ちっちゃいな、ベイビーサイズ、子供ちゃん、あー、ちっちゃいね、成功。はい、ダウズスイマーで生後サイズ、こういうサイズもね釣れちゃうってことでね、本当餌ルアーなんですけども、あー、いつも通りの P6 号でこんな感じで30センチ、まあ40センチぐらいあるかな。じゃあね、逃がしてランカーを狙っていきますよ、ありがとう。はい、というわけで帰ってきました。まあね、ダウズスイマーほんとね、飲み物みたいにねよく釣れちゃうっていうことで、で気がついたらもう12月もね、クリスマス前っていうことで、年明けちゃうなと思ってね、今年のあのビッグベイトで釣りしたところとかをねまとめてみたんですけども、
ね、今年初めて使ったねこのダウズスイマーでは80アップとかも含めてね、あとね本当ね数釣りにねよくね、活躍してくれたなっていうことで、まあ、自分で釣った魚はねああやって頭のカメラに入っていて、で仲間が釣ったところもね別の日みたいな感じでまとめてみたんですけども、実際にはねとんでもない数釣ってます。自分はねそうですね小さいのから、まあ、大きいのは80ちょいまでっていう感じでしたけども、仲間の人たちはですねもう80超えはいなかったかもしれないんですけども、70後半とかね、まあ60を超えてくるようなスズキみたいなサイズはねもうボコボコに釣っていて、改めてね、すごいルアーだななんていう風に思いました。何にしてもねこの220っていうねサイズで軽やかにね翻って、そんでもって、水面で浮上系のバイトを取れるっていうことで、まあビッグベイトをなんだろうこう中層にいる魚をこの大きなねボリューム感で浮かせて、そんでバイトに持ち込むっていう感じの釣りになってくるんですけども、ほんと今回ね動画でカメラにも映ってたんですけどね、あえてこう上方向のジャークとかをしてこう水面にビシャってね出ちゃうんじゃないかなみたいなアクションで、誘い上げたらもう下から水柱立ててね食べてくれたりとか、あとはそこまでじゃないなちょっと魚沈んでる状況だなということであれば、下のレンジでそのまあ下方向のジャークですね、それで誘っていくと下の方でグググググってファイトが始まるっていう感じでね、いろいろ楽しめるんですけども、新しく出たこのシーバスのねこの白系のカラーは全部背中の視認性が非常にいいので、そういった、水面直下のバイトをね非常に取りやすいななんていう風に感じましたよ。まあねちょっとこれね本当売ってたら買いなルアーだななんていう風に思います。あとね3色出てもう1色があるんで、どうにかねまたでもどうなんだろう、来年のこの城前ぐらいまで出ないのかな、もう出たらねちょっとねとりあえずバス用カラーでもまあソルトカラーでもね、買ってカラーローテーションなんかもできるようにスタンバイしていきたいななんていう風に思いました。まあね今ねこのねパールに、チャートバッグみたいな感じのカラーとこのクローム系のボディに背中ピンクバッグのね、この2色持っていて、これでね、シーバスがよく釣れてるよっていうことですね。で今回ね動画で見返してみたらねディーパー使っていてね、まあこの白をメタルバイブとか投げてゴリゴリぶつかるところを探してそこにビッグベイトを入れていくなんて、まあ魚探を使わない、やり方っていうのもあるんですけども、ただこのビッグベイトしか持っていってない時っていうのは、まあ当たる時はね本当ねこの城にゴリゴリぶつかってるのでビッグベイトでも分かるんですけども、このビッグベイトが泳ぐレンジよりちょっと下のレンジにいるのかないないのかななんていうのを探りたい時にこれをポケットに忍ばせていくとね非常にね、分かりやすいなっていうことで、それでまあ、群れ自体はいるんだな、あとはこれを捕食するシーバスいるかどうかっていうところまでたどり着いて、投げ出したところ結構ね大きなサイズが、ちゃんと反応してくれたっていうことで、これねディーパー、まあなんだろう、海のレンタルボートとかあとはシーカヤックとかね、魚群探知機どうしようなんていう時にこれと、スマートフォンだけ持っていけば、それでねベイトの位置の特定なんかがしやすくなるので、ちょっと待ってください。これねスマートフォンでこう履歴でね、いつのどういう時に魚探当てたっていうのが全部残っていくので、あこの日だなっていうことで、こう、ね、見てくださいよこんな感じで真っ赤っかでしょね。えここはね水深まあ6メーターから7メーター、まあ5メーターとか表示してますけども、それでもでこんな感じでね中層の 2.4 メーターぐらいまでもうみっしりとね、この城がいて、でやっぱりね
外れるとちょっと当たりは少なくなるのかなっていうのは記憶としてあるので、まあ、もう真上にドーンってつけるのがいいか、それよりちょっとね外の少し少なめの薄いところがいいのかっていうのは日替わりで変わってくるんですけども、こうやってデータで残しておくことによってですね、その地図と連動してマップでどこら辺で釣りしていたのかななんていうのも、記録で残りますし、そんでもってね、まあね、帰ってからのこれ寝る前とかにね、結構このディーパーの履歴見て今日の一日どんなとこもあったのかなって、あ、思ったよりベイト映ってたんだな画面見てない時なんて見返すことができるんでね、非常に、便利で使えておりますってね、まあこんな感じで、ガーってね、動くんですけども、まあね、こんなねディーパーね、あの海釣りブラックバス問わずね、結構、最近の魚群探知機使う釣りでは、使ってみているんですけども、今ね冬の間キャンペーンをやっておりますので、日本の正規代理店のバリティックビジョンのホームページから、買うときにねクーポンコードがついてるね、コーナーがありますので、そこにあの釣りこう TV ってね、記入して買うとなんかね、あの 10% オフになるっていうね、めちゃくちゃねお得なサービスで、まあニッチなサービスですね。この動画とか見てる人しかね、わからないと思うんで、まあこれちょっと買おうかな、クリスマス、自分へのクリスマスプレゼントへ、これね、ディーパー、気になるよっていう人は、バリティックビジョンのホームページに行って、で、まあ先着20台限定っていう風に言ってましたので、12月末頃までですね、釣りこう TV って入れると 10% オフで、ディーパー買うことができますんでね、ぜひおすすめでございます。というわけでね、あの画面、まだね、ずっと映ってますけども、本日の釣りこう TV はですね、今年の秋口の釣りですね、ビッグベイトが何が効いたかね、今年はもうジャッカルのダウズスイマーめちゃくちゃ効きましたよってね、こういった動画でした。はい、釣りこう TV でした。